見よ、今まさに生まれいずる新しき星よ。再び生まれ変わらんとするあまたの魂よ。されど神聖の時は遥か遠のいた。あの新しき星は滅びねばならぬ。作っておいてもう壊すとはな。そなたが招いたことだ。そなたが禊を阻んだがゆえ、あれらの魂は悪しき縁に囚われている。新しき星、人の魂、共に清めの炎に溶けよ。そしてまた天地創造をやり直し、人間を作り直すのか。記憶も絆も全て忘れた過去のない人間を。新たな世界にふさわしい人の姿だ。嘆きも恨みも忘れ果て、純粋な喜びのみがある。そんなものは人間じゃない。人の形をしただけの人形だ。ウーニベルゼ、神様は最後まで人間を理解できなかったな。いかにも神には人の心は見えぬ。それを認めているからこそ、こうして卑しい人の身を器としたのだ。この肉体を種子に返し、賢い、作り直し、育て上げ。不浄なる血肉からなる体を神を宿す器となした。神の愛を誉れとせよ。人の心を読んで慈しむために、神は惨めな人の身に砕いて、人を知り人を思う荒人神となろう。一つ聞く、その体のホープの心はどこへやった。迷っていた。もしもお前が人を救う神だったら、倒していいのか迷っていたが、ためらう理由はなくなった。神を倒せるとでも。死神なら滅ぼせるさ。お前が私をそう鍛えたんだ。しかり解放者、そなたを新たな女神とすべく幾多の試練を与えてきた。その力を解き放ち、最後の試練に挑んでみせよ。絢爛なるパルス、妖艶の彼方より来たれ。三千たる臨在、幻王の最中より来たれ。新しき女神を、輝ける神の全き光で祝福しよ。前例をもって称えるごとくに、そなたを打ちのめして迎え、とこしえにめでよう。